魚の聖母は、聖キルネサンスの巨匠ラファエロによる、油彩画。マドリードにある、プラド美術館に所蔵されている。ジョバンニバティスタデル・ドゥージェの移植により、ナポリのサンドメニコ教会のサンタロ・サダ、リマレーハイドのために制作された。後に、ナポリオでもあったスペイン国王フェリペ4世の所有となり、1645年に、エルエスコリアル修道院に置かれたが、 19世紀にプラド美術館に移された。聖母マリアが幼子イエスを膝の上に乗せて玉座についている。一方には書物を手にした聖ジェロームがライオンの傍らにひざまずいている。反対側には大天使ラファエルが玉座の足元にいる若者トビアスを聖母子に示しており、トビアスがラファエルの導きでティグリス川で奇跡の魚を取り、その心臓、 肝臓と胆脳が彼の父の目を治し花嫁から悪魔を払ったことを伝えている。トビアスを導くラファエルは常に飛護を意味するが特に若者への飛護が意味されている。この絵は1512年から1514年にかけての時期にトビトキがカトリック教会における聖書聖典に加えられたことを記念して制作されたと考えられている。聖ジェロームは とびときをラテン語に翻訳した人物であり、マリアに向かって右側に描かれている。現在この作品を所蔵するプラド美術館は、この作品の名称をスペイン語で、ソグラダ・ファミリアコン・ラファエル・タビアス・ワイ・サン・ヒラーノも、王、ビアヘン・デルペッツとしており、日本語でも、聖家族と大天使ラファエル・トビアス・聖ヒエロニムス、ないし、 聖家族と大天使ラファエルとして言及する場合がある。ただし、この作品には、聖母子は描かれているが、ヨセフは登場していない。1818 18年、ジャン・フランソワ・バドゥローが、天病によるエングレービングの技法により、この作品から聖母子の部分を抜き出した版画を作成した。1850年には、ピエール・プレイが、エッチングの技法と、黄斑印刷により、 画面全体を模写した版画を作成し、レビターナでラファエル・グレイビー・ゼパール・レプルミエ・アーティスツ、フランセに収録した。プラド美術館はこれら2点の版画作品も所蔵しているが、これは2014年にペドロ・マリア・アルベリ・ブルワガから、また2015年にジョゼ・プリーシドから寄贈されたもので、ある。ありがとうございます。